し。はあ、疲れた。階段を登ったら疲れた。なんか目がまつげが上がってないからかな。なんかめっちゃ目がこうなって見える。おはようございます。また海外の方、キャプターワンさんギフトありがとうございます。ちょっとかい韓国語は韓国語が言われなかった。韓国語は読めないので。通知だけ来て真っ暗だった。なんで？でしかも28分から始めてることになってる。おはようサニー。一瞬通知あった。そうなん？そうか。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。わあ、今日はリハです。昨日は一応通しました。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。もうアンジュさんが可愛い。ジンくんさんギフトありがとうございます。リサちゃんも可愛いよ。ちゃんと今日休みじゃないよ。全然そんなことない。待機してくれてた。申し訳ない、ごめんよ。のんきにちょっとあれ準備してた。いや、ぽよさんに告知してもらうのを待ってて、連絡が3分前に来て、よし行こうってなって来た。そうか。カツンさんギフトありがとうございます。ナオトさんもギフトありがとうございます。マチカネコキタルさんもギフトありがとうございます。なんか今日喋られへんな。な強制つけてんねん。またっていつもなんやけど、撮ってる時に配信するか撮ってない時に配信するかによんねん。ポンギーさんギフトありがとうございます。鼻かゆい。アレルギー私ではなんかあったんかな。なんかみんなあれやな、一瞬始まったっぽい。28分になってるもん表示が。なんでだよ、なんでなんだよ。ってことはもう15分経ってる予定ってこと。予定経ってるってこと。高秀さんギフトありがとうございます。おじやすじけ見たやって。つつみさんもギフトありがとうございます。ひき肉言われへんかった。言うたことないもん。そんなやらんて。脳内で再生されることあるけど言うことないもん。みおちよしの力持ちさんギフトありがとうございます。ザンさんもギフトありがとうございます。聞きにくい歌で。よしさんギフトありがとうございます。聞くにくって言うた。でやりきってもないし言い切れてもないから、もうゆきのちゃんに委ねるしかなかった。しかもずっとさ、終わってからもさ、めっちゃカメラと目をでさ、こんな感じやって。もうひどい。 ESIC さんギフトありがとうございます。 SIC イエスって言ってない今。昨日アンジュさんが可愛かった。昨日な、衣装のフィッティングがあったんよ。でな、いつもな、その今日キヨちゃんは昨日フィッティングで使う、フィッティングっていうのは衣装を着て、サイズがここがもっときつく緩くとかを調整してもらうのがあんねんけど、それのがあったねん。で早い方の時間の人もおったんけど、私遅い、ほんまは早い方やってんけど時間間に合わんくて遅い方になってんな。で待っててん。でな、カフィコプロラワターさんギフトありがとうございます。絶対違う。ヨシさんもギフトありがとうございます。かわいいねーやって、おもろ。それ打てたら日本語打てるんじゃん。つつみさんギフトありがとうございます。でな、
そうフィッティング、そうそう、ほんでな来てん、で私の順番まで回ってたので、その衣装のフィッティングに使ってる部屋がいつも七木さんと9期生みんなが集まってるとかね。でその扉をの向こうに8期が集まってて、でたまに先輩が数人座ってるみたいな感じでな。脱力系デイジーさんギフトありがとうございます。身内推しの力持ちさんもギフトありがとうございます。で座ってる感じだったんやけど、7級の部屋が使うから出らなあかんってなって、で出てきたんみんなでな、でなマイティさん、若菜さん、アンジュさん、アイカさんやってんこう並んでてな、で私ここにおってんで、あっちにおんねん。若菜さんとめっちゃ目合うとこに座ってんねん私。で若菜さんがな、かわいいねん。なんか若菜さんがな、めっちゃな、あれマクド食べてるの、マクドやったっけ、なんか買いに行ったって言ってハッピーセットで喜んでるのに、かわいいと思って見ててんよ。なら直人さんギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。でな、でな、そう嬉しそうに言うてるわけ、あかわいいなと思って見ててん。なら、そう逃げらず、そう略したらよかった、そうかわいい。ダンズさんギフトありがとうございます。でおるねん。でな、アンジュさんな、ギリゴミ袋で見えるか見えへんかくらいの位置におったねん。でちょっとチラって見ててん、こうチラってチラって見ててんよ。ならな、ならな、若菜さんがな、さくちゃんって言って喋るやん。で目をたから喋ってくれたら、アンジュさんがこっち見るので、まあ見られへんと思ってずっと若菜さん見た。スーパーサブ48さんギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。あのルンルンダンスこれやってる動画あったやん、アンジュさんの、あれ可愛かったからさ、コメントしようかめっちゃ迷ってやめた。デモチさんギフトありがとうございます。そうアンジュさんがな、アンジュさんがなおってんでな、若菜さんがな変な T シャツ着てるって言ってたよねって笑ってて、ならアンジュさんがこっち見てるの、わー見られへんと思って、もう見られへんと思って。竹部さんギフト、竹部さん、竹志さん竹志さんギフトありがとうございます。アンジュさんかわいい。若菜さんがなすっごい優しいから、いつもねさくちゃんって言ってな、そう喋ってくれんねん。で目をたから何回かな喋ってたの、あのねアンジュさんがねおるから、おるから。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。で若菜さんと喋ってる時にアンジュさんこうやって見てたらさ、ちょっとおかしいやん。だからもう若菜さんだけを見て、岡田さんだけを見てちょっと視界に入れないようにしてた。大見さんギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。おはよう。そう可愛かった可愛かった。牧子さんもギフトありがとうございます。まさきさんもギフトありがとうございます。誰さんやこれは。お、アンジュさんのあれにしてるアンジュさんのアバターにしてる。見つけてしまった。アラケンチョビさんもギフトありがとうございます。アンジュさんの絵日記、ポンデライオンの絵が美味しそうやった。あ、昨日の絵日記、あアンジュさんどっから来たねんやばい。ええ、この距離やったら昨日がアンジュさんに見える。え、やば、怖、おかしいな、やば。昨日の絵日記、ポンデライオンの絵が美味しそうだった、絵文字がアンジュさんのってどっかに見えてんけど、やばいんやけど、昨日がアンジュに見えてん。で勝手に私はアンジュって書いてたらアンジュさんって呼ぶねんな。だからアンジュさんアンジュさんって呼んだら、どこにアンジュさん要素があるんと思ったら全然なかった。伊達ちゃん、こまるさんじゃなくなったわ。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。りょうさんもギフトありがとうございます。ツインカオタンさんギフトありがとうございます。たかひでさんもギフトありがとうございます。どこに見えたんやろアンジュさんが。アッスーさんギフトありがとうございます。あのゆいなさんのさ紹介カードみたいなやつ今飾ってるやん、 M の人、
その人ちゃんはそのやつのさ、アンジュさんの見つけたから写真撮ったで、可愛いと思って、ポニーテールがこうなってて、なんか足がすごいこうなってて可愛かった。輪郭見えるようになってきた。イ・ジョンヨンさんギフトありがとうございます。ポンギーさんもギフトありがとうございます。リョウさんもギフトありがとうございます。ナベちゃんさんギフトありがとうございます。ポンギーさんもギフトありがとうございます。可愛かった。ジーも可愛いな、なんかジー可愛いな。オタさんギフトありがとうございます。かわいい。高秀さんギフトありがとうございます。なんかめっちゃかわいいししてる。ちょ見るわ今。ちっちゃい通がちっちゃくて左寄りやねんな。え、なんか分析してんの怖。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。いやー写真やと思ったらちゃうかった。え、読み込んでない。昨日アンジュさんのリハ映像が可愛すぎて動画撮った可愛すぎて。ひくにく。上田和樹さんギフトありがとうございます。盗撮違う。牧子さんギフトありがとうございます。身内推しの力持ちさんギフトありがとうございます。違うね。じんくんさんギフトありがとうございます。ライブ楽しみに変わってる。リハ頑張ってねえから毎日変えてるんかな。え、もうアンジュさんが可愛すぎてさ、ちょっと動画撮った。なんでと思って。アンジュさん字可愛い。やっぱり可愛い。そう、ダンスの勉強です。あれはもう私出えへんやつ動画撮ってるもん。あのこのパンチの仕方が、アンジュさんはここがこう動かして、ここがこうなってる時にここがこうなっててこう出てるんやみたいなやつをね、見るために動画撮ったんです。なべちゃんさんギフトありがとうございます。え、ほらアンジュさんのさ、ゆいなさんの似顔絵がさ、なんか目一個しかないね目が一個しかないね。ジュースさんギフトありがとうございます。ほら目一個しかないね。めっちゃおもろい、かわいい。しかもカクーンってなってる。これ定規使ったんかなってレベルでカクーンってしてる。かわいい、かわいい。リスって書いて、てんって書いて、なんか書こうとしたんやろな。かわいい、目一個しかない。おもろ。ゆいなさん目一個に見えてるんかな。かわいい、かわいい。血が上上がりやな。まあ綺麗な、要は上が大きめ、右上がりやな基本。あ、でも数は下がってるな。右上がりでも綺麗な味わあ、テニスの試合行ったの。テニス見たいねんけど。パン巡り、なるほどね。うわー、なんか字見てたら次字書いてるとこが見たくなってきた。え、笑顔って書いてんのかわいい。バランスいいな、かわいい、かわいい。絵文字かわいい、見て、めっちゃかわいい。かわいい、ようかわいいな。ルーもかわいい、ルーかわいいな。右が長いかと思ったけど、そんなことないときも。可愛い。ならってひらがなで書いてるのも可愛い。あ、見たところマニアックすぎる。いやだって字もさ綺麗にしたいやん。身内推しの力持ちさんギフトありがとうございます。スーパーサブ48さんもギフトありがとうございます。なら漢字で書けないのがおもろいよな。可愛い。ジョーさんギフトありがとうございます。めっちゃ可愛い。ならってひらがなで書いてるのがめっちゃ可愛かった。
ねえ、ゆいなさん6月22誕生日なんや。アンジュさんと近いやん。アンジュさんと近いじゃん。でも多分誕生日だけ書くの忘れてたやな。かわいい。忘れたって言ってた。そういえばそれの時やったっけ配信。得点は下に来るタイプか。なるほど。得点は割と横に来るな。かわいい。なるほど。ラジオ関係かなった。よし。んーまあや、ほんまや。まさきさんギフトありがとうございます。もうアンジュさんかわいい。アンジュさんかわいい。もう全部かわいいもんな。ゆいなさんのまだ見てない。なに、なんだと、なんだと。ヨッシーさんギフトありがとうございます。もう見たよ、もう見たよ。アンジュさんのだけやけど。やば。高秀さんギフトありがとうございます。おお、161日連続。でも2回飛ばしてるからさ、ほんまもうちょっとあったのになっていう。ああ、ああ、アンジュさんかわいいな。終わるかそろそろ。あ、アンジュさんかわいいな。サクパンってランダーズハイの波形音楽や。言わないキャラや。私隣なったことないねんな。隣なったことないねん。どこまで知り尽くしたいの。いや知り尽くしたいわけじゃないんだよ。ある程度憧れてる時点で黒島は何も知らないことが発覚してるから、なんでしょうね、表面を知りたいよ。何を言うてんねん。なんかね、字とかさ、この字綺麗からこうしたいとかない？なんかルーの左の方が長い方がいいのか右の方が長い方がいいのかみたいなとか。いい。ジョヨンさんギフトありがとうございます。高秀さんもギフトありがとうございますとか。ね、デーの濁点どこに来るタイプかとか、塔の形どうなってるかとか、ここつなげて書いてるタイプか割と話してるタイプかとか、いろいろあるんよ。ルーの上を決めタイプか下を決めタイプかとか、あ、カタカナじゃない、ひらがな、ここ長いタイプかここ短いタイプかとか、いろいろあるんだよ。いろいろあるから見たくなるので、こっちの方が綺麗なって思った方に合わせるね。そう、好きな字とか。そうだよ、そうなの、そうなの、わかる。ヨシさんギフトありがとうございます。洋が可愛かった、洋が可愛かった。割とな、多分な、左右が対称な長さやと思うねん。でそんな縦も短くない、若干横短めでカクってした方が綺麗なんかもしれん。いや、そんなカクってやったらあれやけど、ちょうどいい具合に。ベイアンさんギフトありがとうございます。H2O さんギフトありがとうございます。 H2O ミスやったっけ、ミスやったっけ、水素、水、水素ちゃうわ、水。アンジュさん50音完成させそう。いや、完全に一緒にしたいわけじゃないで、この字が綺麗って思ったやつを合わしたいね。アンジュさんは理由は左に行きがち、二文字しか見てないけど。はあ、ショールームラストでな、こう斜めに入りがちと、なんやろな、真夜中のドラタヌキないねん。探してんねんけど、いや今は探してないねんけど、ないんよ。なんでないねん。アンジュ図鑑ができそうですね。確かに。でも作ったら壊ない。もうヨシさんギフトありがとうございます。
ゆとりは一人筆書き、うん、うん、ちゃんと分けてはる。ゆう人筆書きちょっと嫌じゃない？上田和樹さんギフトありがとうございます。リーも嫌やけど、よしさんギフトありがとうございます。でもまだ見たいな、もっともう手紙レベルでいっぱい書いてるのみたい。あと適当に書いたのと綺麗に書いたのも見てみたい。今アンジュさん配信見てたらどうする？いやー怖ーい。見てない、見てない、おらんやろ。探そう。おらん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 。はこわ。いがんだ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 。よし。そうは、そうもない気がする。ここにあるのしか見たことないから私は。じ。かわいい。でもゆいなさんの似顔絵描いて目一個しかないのがかわいい。なんでなんやろ。なんで一個になっちゃったんやろ。かわいい。アンジュさんかっこいい。めっちゃな、めっちゃな、かっこよかったで。ほんまにメンバー特権やわ。リハめっちゃ近くで見れるの。ほんまにメンバー特権。 TikTok のエネジーまだあるで。でも最初の方のやつしかないねんな。アンジュさんになろうとしてるの。うん。そうだよ、アンジュさんになろうとしてる。横向いてるから。あー、いや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 、でも横からでも見れるの。横からなんか見られへんで。あー、なるほどね。アンジュさんじゃなくてあれか、絵の話か。横から見て、横から見たから一個やったってこと。口はここにあるけど、口と目がここにあったってことか。なるほどなるほど。かわいい。口はちゃんとここにあんねんけど。かわいい。アンジュさんの自己紹介できる？やらないよ。やらない。なんかめっちゃ筋肉痛んだけど、ここ何？なんかそんな動いたっけ。アンジュさんになるなら舞台。いや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 、本質は変わらないですが。喋られへんかった。本質は変わらないんで。芸術的、うん、ピカソを感じる。太郎さんギフトありがとうございます。正統京太郎さん。あ、わかる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 。アンジュのアンジュのアンジュ喋るのが可愛い。わかるわかる、めっちゃ。しかもちなみにも割と使いがち。ヨシさんギフトありがとうございます。話すの好きな人はちなみに使いがちやと私は思ってる。でもまだそれをあんまり聞いたことがないから、ちゃんと話をするようになったらわかる気がする。ほんまにメンバー特権いいで。あー、かわいいな。めっちゃ可愛いよな。いやもうこっちの部屋来た時どうしようかと思ったもん。あ、どうしようどうしよう、八木の方に行こうかなと思って。八木の大群の方に。わ、でも八木の方行くのの間もなんか移動ダサいしなと思って。わ、どうしようどうしようと思って端っこに隠れることにしました。なら若菜さんと目が合いました。ふふ。カネタクさんギフトありがとうございます。マサさんもギフトありがとうございます。あー、うーん、好きすぎてモノマネ。じゃそれはちょっと違うけど、何、字とか所作。怖っ。ダレルンさんギフトありがとうございます。八個やって、端っこ好き。上田和樹さんギフトありがとうございます。行けばよかった、ね、いや通路を塞ぐ可能性があったんよ。行く速度と行く時の体勢と行った後の位置の広さによっては。しかも石尾さん通ってるからさ、フィッティングあるから通路を塞ぐ可能性があったから、それならじっとしていた方がいいと思って。じったんさんギフトありがとうございます。そう、バカラさんが話しかけてくれたからだよ。もうアンジュさん、アンジュさん、アンジュさんに変な T シャツ着てんのバレたやん。もう、あからさん。いいけどね。マキコさんギフトありがとうございます。私昨日何の T シャツ着てたっけ、覚えてないけど。
なんかいつもなお母さんのな借りてくんねん。なんか「ヘイ!」って「ヘイ!」って書いてる T シャツとかもうさ何でもいいからさ、もうリハしかないし何でもいいかと思って適当に選んで、もうそっから辺から撮ってきてんのよ。それで行ってるからもうね何着てるかも覚えてない。でも白やった気がする。釣りしてる人みたいなやった気がするお母さんいじってる、もうまたいじってるとか言って、なんかなんであんな変わった T シャツばっかりなんやろうち。お父さんもお母さんもなんかめっちゃ変なやつも着てが着がち。リハで一番おしゃれなんだれ。アンジュさん可愛いなと思うよ。でもそれがなんかね、やっぱりアンジュさんやから可愛く見えるのか。でもまこちとか可愛い気がする。ポンポンさんギフトありがとうございます。でジョンさんギフトありがとうございます。おワンポールさんもギフトありがとうございます。でじゃあ私はもう持ってきたにピーで撮ってんねん。もうめんどくさいからショールームしなあかんかったし昨日で。えじゃあショールームに映ってんじゃん T シャツ。昨日の服やで。で何でしたっけ。眠いよしそろそろ終わろう。向こうに行かないといけない時間が来るのでランキングを読もうと思います。え反対向いちゃった。よかった何もなくて。怖っ、ドキッてしたわ。何もないけど服を脱がされた衣装のやつが飾ってやっただけやった。よしランキング見ます。13位が上田和樹さんありがとうございます。12位がまさきさんありがとうございます。11位がまきこさんありがとうございます。10位がじんくんさんありがとうございます。9位がつつみさんありがとうございます。8位がワンポールさんありがとうございます。喉が、ああよし。7位がなべちゃんさんありがとうございます。6位がワンタンメンさんありがとうございます。5位がマイクトラウトさんありがとうございます。4位が高秀さんありがとうございます。3位がだてちゃんさんありがとうございます。2位があらけんちょびさんありがとうございます。1位がジョーさんありがとうございます。ありがとうございました。ほんまに怖いわ、びっくりするわ。ガガイモさんギフトありがとうございます。ほんまにお互いドキッとするよね。何も置いてないけど。 Have a nice day Have a nice day 釣りしてるって言っちゃって変じゃないよ。ああれって思い見覚えある。やった。いやなんか変わった T シャツやなと思って最初着てなかったんけど、もう何でもええわと思い出してきたから来たヒロさんギフトありがとうございますそう釣りしてるやつあれ。もうなもう最後に一個だけ押してアンジュさんのさパッて顔さ上げた時のさ細ってなってるのが可愛いね。わかる、可愛いっていうかかっこいい。なんかねいつもさ前髪ありでさ、あの多分ここレイヤー入れてるから顔がさ割と隠れてんねんな。こうやねんけどパサってやった時になんか出てんのがかっこいいなんか怖っ、もっと変な T シャツ着てる人。ああ確かに若菜さんはいつも可愛い。猫とパンチウサギばっかり可愛い。あ閉める気ない。だって可愛かったやもん、言いたかったやもん、言いたかったもん。アンジュさんのいつも起き上がるのが可愛いって言いたかったやもん外カメになってアンジュさんの写真だらけやったらおもろい。確かにあそこら辺に全面アンジュさんの写真貼ってたらめっちゃおもろかったな。うわやっとけばよかった、くっそー。あれやもんまとめられてたかもしれんのにやってたらさよならさよなら。いやめっちゃなかっこいいね、ファサってした時かっこいいね、かっこいいね。
さよなら。エアコン切ろう。おい。ん？ OK。まとめたい。いやだってさ、いやおもろいやん。タンベマーボー改めまティーマナブさん、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございますってやってるよね。よし。アジさんファッサーしてください。いやこのねブーンってするのかな、かっこいいの。わかる？見といて。外側になってアジさん怖すぎやろ。もう心霊やでそれは。ワンポールさんギフトありがとうございます。よし。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。バイ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 。バイ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 。さよなら。頑張る。頑張る頑張る頑張る。バイバイ。かわいいわ、アンジュさん。やーん。さよなら。